あ、こんにちは、ホラー漫画家の伊藤淳二です。これから、ライブドローイングで、絵を描きたいと思います。よろしくお願いします。本当に、幼い頃から怖い絵を描いてました。というのはもう物心ついた頃から梅津和夫先生とか、古賀新一先生のホラー漫画が大好きで読んでまして、もうその影響からもうあのお化けの絵とか、なんですかね、怖がってる人 の顔とかですね。これは一つ挙げろと言われるとですね、あの梅津和夫先生 の漂流教室がやっぱり一番好きだなと思います。そういうのを描いてるちょっと変わった子供だったんですけど、でまあやっぱりもう怖い物語描き始めたっていうのはそのまさに梅津先生とか古賀新一先生の影響から描き始めました。私の生まれ育った町にあの古いトンネルがありまして、もう使われなくなったあのトンネルなんですけども、そこに子供の頃あの友達とあの懐中電灯を持ってあの探検をしに行ったっていうのがありまして、そういう経験は結構強く印象に残って、実際それを漫画にしたりもしました。そうですね、あの2つ挙げるさせてもらいますけども、1作目が「Amigara断層の会」という、作品ですね。これはあの自分の体型そっくりのシルエット あのトンネルというか穴が突然現れて、そこに自分がすっぽり入って中に入っていってしまうというストーリーなんですけども、これはあのアイデアが自分でも気に入ってまして、であの作品としてもうベスト3に入る、自分の中でベスト3に入るぐらい好きな作品です。あとはあの江戸川乱歩先生の原作 あの人間椅子というものを、漫画化したものをが、自分なりに、気に入っております。原作をちょっとアレンジして、あのそのアレンジした部分も、結構自分では気に入っております。ホラー漫画を描く秘訣というのは特に意識したことはないんですけども、あの子供の頃から、そういったあのものが好きで、ホラー漫画とか、ホラー映画をたくさん見てきた中でですね、そういうものを吸収して、それがあの私の作品としてあの生きているのかなと思います。
まあ、小さい頃に限らず大人になってからもそういうの好きで見てまして、でそういうところが取り入れるというか、まあ、真似をするっていうわけじゃないんですけども、自分の作品としてそういうものが生きてきてるかなと思いますね。この間映画館でですね、ミッドサマーっていうアリアスター監督の新作映画を、見て非常に面白かったです。それから日本ではこれから公開になるのかもしれないんですけど、ホウントっていうお化け屋敷のお化け屋敷で若者がどんどん殺されていくというホラー映画、その2つが印象に残ってます。過去の偉大な画家たちの絵からやっぱりインスピレーションを受けることも多くてですね、例えばギーガーとか、何だったっけ、そんな感じでした。あとダリとかですね、あとまあドガとかフェルメールとかも好きなんですけど、そういった名画を見てインスピレーションを受けることも結構多いです。はい、もう私が漫画を描き始めた頃はもう紙にペンでインクで描くというですね、アナログの作業だったんですけども、年を重ねるに従ってもう制作スピードが落ちてですね、ちょっとこれデジタルにしないと締め切りに間に合わないっていうような状況になってしまったので、今はもうフルデジタルでパソコンで作業するようになりました。本当は紙に直接書いてアナログの絵のいい面というのはたくさんありますので、本当は紙に書きたいんですけど、今は全てデジタルの作業に入ってます。でストーリーを作る作業はもう昔と今と全く変わってないですね。そうですね、人間とかけ離れた、モンスターって醜くて、
怖見た目は怖いんですけども、あの非常に愛嬌のあるモンスターというのをあのうまく描く作家さんもいらっしゃいまして、そういうキャラクターは大衆に非常にあの多くの人にも人気が、出て素晴らしい、そのそういうものを作る才能というのは素晴らしいなと思うんですけど、私の場合はもうただひたすらこうあの恐怖の存在としてあの共感できない存在を描きたいなっていう気持ちが強くてですね、あの、そうですね、ラブクラフトの小説のような人間の、を超えた人間には理解できないような存在として描きたいなと思ってます。ちょっとあの可愛い顔になってしまったんですけど、あのアミガラ断層の会の絵です。あ、そうですね、アミガラ断層の会はあの本当に気に入ってる作品なん でしかもあのこういった絵サインとかにめったに描かない絵なんで、今日はせっかくなんで描いてみました。あ、私のライブドローイング、見てくださいまして ありがとうございました。ホラー漫画家の伊藤順次でした。